お疲れ様です。ただいま、城ヶ島から帰ってきました。元旦。今日は、最高の日でした。みんな猫ちゃんたちといっぱいご飯あげて、愛情もあげてきました。今日のご飯はいつものサバ。そして昨日作っといた、鶏ささみと野菜と、きのこたっぷりの焼肉風炒め物と、サラダ。納豆、お味噌汁、豆腐、くるみ、バナナです。今日は自分とお魚さん2人で、猫ちゃんたちにご飯あげてきました。はあ、楽しかったです。やっぱりね、城ヶ島にいるとすごいいいんですよね、体調が。なんで城ヶ島に暮らしたいです。では、いただきまーす。